最新作新型フォレスター。同社が米国においてリコール最終無償修理を行うことが分かった。これは4月24日米国 NHTSA 運輸省道路交通安全局が明らかにしたもの。米国では2014年モデルとして発売されたばかりの新型フォレスターの一部に関してスバルオブアメリカからリコールの届け出を受けたと発表している。今回のリコールはフロアマットの不具合が原因。スバルオブアメリカによると高温の車内ではフロアマットが反る可能性があるという。フロアマットが反るとアクセルやブレーキなどのペダル操作に支障をきたし事故につながる恐れがある。リコールの対象となるのは2013年1月から3月にかけて生産された11,137台。スバルオブアメリカは顧客と連絡を取り速やかに4枚のフロアマットを対策品と交換するとし、